資料館が開くとなんかあってな。4時45分まで。何時やねん今。補助金でわけわからんのいっぱい出すぐらいだったら、こんなの作った方がないんだけどね。この周りは作ってあんねんけど、これ。問題は柱があるだけだな。はい。木戸の柱。これもともとこういう石組みしてたんだろうかな、これ。こんな石垣ってなかなか珍しいね、こんな石垣ね。45度ぐらいの石垣だね。今日は鳥はおらんか、鳥は。なんかいつ来ても鳥がおるんだけど、白いのね。白と黒の。今日は全然いないね。これが残ってたやつぞ、これ。柱は残ってんだけど。これが水落遺跡って言うんですか。はいはい、わかりました。時計がない時代だから、ね、時刻を作るのにね、確認するのに水を落として確認するとはね。そやけど太陽じゃできなかったんかね。ああ、そうか、影になった時できなかんのかね。そしたら首塚行ってみようか。この前この辺も歩いたな。何十何週間も前、1ヶ月ぐらい前やったっけ。左側でずっと歩いたんだけど、あれ新増神社やったっけ。新増神社って、ね、建物ね、中入ったら1個ぐらいしかないと思って、いっぱいあとね、びっくりしたんだけど。杉楽遺跡、首塚、こっちや。黒ひねな。これマスク行って左側ぐらいでなかったっけ。いや、もっと左やね、これ。この辺からならば見えないかな、見えないな。なんか上から見えないけどね、あの山の上あたりかな。あらら、ここも、放置になってます、放置に。これやるとね、もう虫が大変やねん、言うて。ね、あの男が言うてあったけどね。あれ、ここはいつか来たな、これ、この道。ほれ、田んぼにコスモス。田んぼにコスモス、珍しいね、これ。なんだこれ、すいません、ここの田んぼの中に。ちょっと枯れてるけど、これ。田んぼにコスモス。ここはやっぱ高いね、向こう。ずいぶん高いね。ずいぶん歩いてきましたけどね、あすか。あすか台も美味しいんですけどね。はい、ここでございます。首塚でございます。イルカさんのね、はいはいはい、進んでます。ここまで飛んできたらしいけど、ほんまかいね。もうちゃんと待ってくれてますやんか。あそこだよ、西村とこは。あらあら。だから、今のあそこではあっこですからね。あっこあそこで。ここから100メーターぐらいね、奥に行ってますけど。入り口反対側で、裏側の展望台。あそこそうやな。天ヶ島展望台やね。誰かいないかね。あ、いるいる。誰かいますよ、これ。手を振ったけど、わからなかったね。はい、撤収しましょう。あ、こっちからも入れんねえから。だいぶね、小さくなったんですよね、敷地がね。なんか何百メーター、500メーターくらいあったようなこと言ってたけどね。いや、これは近代は、近年代ですわ、これ。1300年前じゃない、おそらくね。はい、この寺はどうだよ、寺は。本堂は。あ、ちょっとわからんな。ちょっとわかりませんわ。お、こっちが見える。残念ですわ。そんな古くないですわ。
まあ、ちょっと新しいです。新しかったですね。